レビなんかじゃまだ出してない、なんでやんないのこれを。はあ、いいね、うん、いきましょうか、はい、最初はこの方、はい、伊藤はお兄ちゃんから、ああ、どんなことなんでしょうか、こちら。おいよ、おバク転&側宙。すげえな、あの、まあ、ライブなんかではね多少こう見せてるけど、テレビなんかだとあんまりやってない。やってないですね。ね、もっとや、もっとぐるぐる回ればいいいやいや、お兄ちゃんね、そんなテレビでぐるぐる回ることないんですよ。だから今日とかも見てて、なんであいつ回らないの。いや違うんですよ、そこだけの子じゃない。でも知らなかったわ。あ、ほんとですか。うん、では得意のロンバートからのバク転を見せていただきましょう。お兄さんがね、もっとこれやればいいのにってやつね、うんうん、伊藤ねね、ロンダードからのバク転、はい、お願いします、どうぞ。うわー、やるね、早いかも、やるね、すごいね、これ綺麗だからやるべきだね。うわすげえ、じゃあ高山行ってみようか。次高山さん。はい、みんなのハートイチコロンネネコロ、はい、岐阜県出身の高校2年生ネネコロこと伊藤ネネです。伊藤の特技は、私の特技はバク転なので今からやりたいと思います。バク転、マジで大丈夫、はい、行きます。マジか、おいやいや、伊藤が変だよ、普通音マニア、もうこのタイトルがかわいそうだわ。伊藤さん、普通の音マニアなんですか。マニアです。どういうことなの。どういうこと。そうですね、なんか人が歩いてる音とか自分が歩いてる音を楽しんで、うん、あの道を歩いたりすることができるんですよ、ね。まあ、今日はみんなのいわゆるローファーこうね履いてますけど、まあ、ヒールとか、ね、いろんなものによって音が違いますからね、はい。そこで靴音マニアの伊藤はどんな音に燃えるのか、3種類の靴音を聞き比べ、皆さん彼女の表情にご注目ください。じゃあまずは1つ目の靴の音です、どうぞ。あー、なんかいい、なんかいい、これは女の人、ヒールかな、女性ですか、アスファルト。続いての靴音はこちら。女性ですね。あ、これはね、これはヒールっぽいですね。アスファルトの上の女性。こういいね、ちょっと長い。最後がこちら。めっちゃ走り去ったな。どうぞ、今の3つの中ではどれが良かったですか。はい、今3つ目が良かったです。ザッザッザッやつ。あれがもっと大人数だったらよりいいです。自衛隊じゃない。ねえ、かまって。ついでだから最後言っとくことないですか、なんか、なんかある人、はい、あ、はいはい、何がありますか。はい、私実はメンバー多分知らないんですけど、本当は 148.8 センチなんですけど、なんか乃木坂の一番小さいっていうのを守るために公式の身長が148センチになってる。そうなの、うん、あの、ごめんごめん、本当にね、まあ30分ほど番組をずっと進めてきたわけなんだけども、最後の最後の告白がそんなちっちゃなこととは思わない。食いついてんのアイドルオタクだけだ。マジで、ただね、やっぱりサブ読んだらあかん。おいおい、また食いついたよ。そこで交渉 148.5 センチの高見菜と背を比べることに。はい、背筋伸ばして、はい。まあ、まず言えるのは、まず言えるのはどっちもちっちゃいけども、若干伊藤さんの方が大きい。やった。でも今回はちっちゃい方が勝ちって感じだね。っていうか高見なんて146ぐらいしかない。いやいやいや、